はい、こんばんは。たまにね、ユーストリームの変な、CM の音楽が入るんですけれど、なんでしょうかね、あれは。よいしょ。はい、こんばんは。3月3日、日曜日。午後10時30分を回りました。4号頻後の夜、今日は第何回でしたっけ？はい、664回。今夜もどうぞ、よろしくお願いします。なんか、今日、自分の声が20、30に聞こえてるんですけれど、なんか今日はちょっと調子がおかしいですね。あと、ブラウザーの方はちょっと、これ、縮小しときましょうか。問題ないかな？はい。ちょっとこれ、自分のスピーカーを切りましょう。はい。ということで、今日は日曜日で、ひな祭りということで、まあ、何も、予定は、なかったですね。もう子供と別れてもう十数年になるんで、もうひな祭りは、昔はやってましたけれど、もう全然、今、何歳ぐらいなのかな？もう高校生、高校3年生ぐらいの長女がいたんですけれど、いるんですけれど、もうずっと会っていないので、もうね、顔、会ってもね、多分顔も覚えていないでしょう。別れた時が、3歳でしたっけ？で、もう13年、14年ぐらい会ってないのかな？でも、17か18になってると思います。まあ、元気で、過ごしているんだろうなと思っておりますんでね。はい、特に、まあ、会わなくても、まあいいのかなという感じではあります。まあ、今日は無題ということで、まあ、特に、何を話そうかって話すことも何も考えていなかったんですね。まあ、もう、たまには放送お休みしようかなとも思ってましたけれど、まあちょっと何か毎日お話をした方がいいのかなというところでちょっと放送を行っておりますが。はい。宮崎、今日も、良い天気でした。最近ほとんどもあちこち歩き回らない。まあ、花粉症対策もありますし、もう最近やっと、咳喘息が落ち着いてきましたし、もう喉がガラガラに枯れて、声が出にくいってこともなくなったんですけれど、まあ、YouTube で動画でも紹介しましたように、やはり大気汚染っていうのはね、昨年よりも今年ちょっと注意をしなければいけないのかなと。中国の大気汚染の影響は、これから出てくるだろうということでね、ちょっと、不要不急の外出は避けて、家でデスクワークを中心に、まあ、仕事をしていこうかなと思っていますが、まあ、取材なんかでね、どうしても出なければいけない時もあるんで、まあ、この前ご紹介したマスクをね、ここにあるんだけど、まあ、これはファッションマスクみたいなマスクなんで、ね、こんな感じなんで、逆にこういったのをはめると、どっかの怖いお兄さん、ね、怖いお兄さんに思われるんで、まあ、これはあまりはめない方がいいし、あまりこれ、PM2.5 には、効果はないそうなんでね、まあ、普通の花粉とかには、まあ、使えるのかなっていうところです。はい。ですんでね、ちょっと、体調には気をつけながら、取材、仕事をしていかないからいけないかなというふうに思っているところでございます。特にね、ああ、そう、特に変わったことっていうか、もうこれ愚痴になっちゃうんですけれど、まあ、地上波、WBC の試合、まあ、系列局の問題で、今日は朝日放送、テレビ朝日ですか？対中国戦があったのが。で、明日じゃない、なんだ今度は、キューバ戦。キューバ戦が TBS 系列であるんで、多分放送は、
あるだろうなと思っているんですが、まあね、系列が違うから、もうこれはどうしようもないんですけれど、まあ、キャンプ地でね、盛り上がっていたんですが、キャンプが終わると、もう一気に熱がガクッて、冷めていく、下がっていくっていうところ、もうちょっとね、1週間のキャンプがあって、盛り上がり持続というか、そのキャンプの延長線上に WBC の本番の試合があるということで、なんかその後のね、モチベーション、キャンプ地のモチベーションを高めるっていうこともね、考えるといいのかなという気もするんですけれどね、なんだ、ケーブルテレビとか、他の方では、あ、でも朝日放送、あ、福岡のケーブルテレビは、見れるんで、まあね、見ることができると思うんですけれど、まあ、なんかね、寂しいよね、というところではありますね。まあ、今日も試合があったんですか？今日は中国戦ですよね。まあ、勝ったんだろうなと思いますけれど、まあ、なんかね、オンシーズンが宮崎ではオフシーズンになっているっていうのが、まあ、ちょっと寂しいところではありますけどね。まあ、頑張ってほしいなというふうに思います。はい。ということでね、今日特にお話をすることもないので、もう今日早めに、放送を終わりにしたいと思います。昨日もお話しましたように、YouTube の方に、著作権侵害に関する第3弾の、動画をアップしました。パソコン教室、毎週土曜日、駅前の、自主公民館をお借りして、パソコン教室を行っております。まあ、受講生さんが、少ない、まあ、少人数の教室なんですね。まあ、受講生さんの方からあまり人数が多いとついていけないし、まあ、ゆっくり勉強できないからということもあって、まあ、少人数でやっております。まあ、受講生さんは募集はしておりますけれど、なかなか受講生さんが集まらないということもあるんですが、そのパソコン教室を、舞台にして、15秒ぐらいの、キャンペーンの動画を作りましたんでね、またどうぞご覧ください。また著作権に関して、まあ、イメージ動画だけではなく、解説、著作権とは何ですかといった、解説動画みたいなもの、レクチャー動画っていうんですかね、というようなものも、あった方がいいんではないでしょうかという、コメントもございましたんでね。今後、来週以降、また著作権に関して分かりやすく紹介するようなレクチャー動画、もう作っていきたいなというふうに考えております。まあ、この前紹介した、紹介というか、なんだ、咳喘息の動画で紹介しました、プレゼンテーション、パワーポイントをね、取り込んで、それを動画にするっていうこともね、やっと、できるようになりましたんで、またパワーポイントを使ってのレクチャー動画もね、今後どん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 、ご紹介していき、まあ、啓発キャンペーン活動をね、展開していきたいと思います。はい。ということで、まあ、今日は日曜日なんでね、早く放送を終えて、たまには早く、休みたいと思います。はい。ヨンゴキンゴな夜。第664回、今夜の放送、申し訳ありませんけど、この付近で終わりにしたいと思います。またね、明日、お時間がございましたら、明日もどうぞ、ご覧ください。また、明日から、仕事1週間始まります。頑張って仕事していきましょう。それじゃ、今夜の放送、この付近で終わります。失礼します。